손바닥から気を悪泥棒なんて、この世界は期待できそうすね。しかも、エリートモンスターがバンバン湧いて、こんな夢みたいなことがあるんすね。ワクワクでこんなにいっぱい、これは本当に夢みたい。せっかく楽しい夢見てたのに。オスカル？いつの間に喋れるようになったんすか。それにご飯食べ過ぎっすよ。重いっす。さっきから何を言っておるのじゃ。いい加減にせずか。中の上で暴れちゃダメよ。ねえ、いつからのじゃろりになったんすか。まだ言うか、この知れ者め。ならば最後の手段じゃ。うわあ、何事。操らときたら
迷子になるとは情けない。しもべたる者は常にその栄誉をかみしめ、主たるわらわに付き従うのが務めだというのに。その点ゆりくはよくやっておるな。食事の用意だけでなく、着替えの世話からお風呂でも背中も流してくれる。これぞしもべのあるべき姿よ。ママ、ルクスちゃんのことすっごく気に入ってるっすからね。それはそれとして、お願いしたことはちゃんと守ってほしいっす。わかっておる。見ての通り、尻尾と角は隠しておるじゃろうが。それと、ルクスちゃんはコスプレに憧れて日本にやってきたって設定っす。そして、勝手が分からず行き倒れてたところ、偶然僕たちに出会ったという感じっすからね。まったく、何度も念をせんでよい。猿の真似事をするのは後腹じゃが、それでそなたが安堵するのであれば仕方あるまい。あとその猿っていうのもできればやめた方がいいっすね。ふん、猿を猿と言う何が悪いのかわからぬか、心得ておいてやろう。お願いっす。そういえばルクスちゃん、パジャマのままっすね。着替えないっすか？うん、仕立てがよく、手触り肌触りも良い。なかなかのドレスじゃからな。このドレスを勧めてきよったユリカが異様に目をぎらつかせ、鼻息を荒くしておったのは少々気になるがの。ママのことはさておき、それを着てるルクスちゃん、お人形さんみたいで可愛いっすよ。ほん？そうか？そなたのしもべとしての自覚が出てきた様子。これからもわらわに賛美し称賛するがよいぞ。光栄っす。ところで、今朝はどうしたんすか？わざわざ起こしに来てくれたみたいっすけど。おお、そうだった。朝下げの時間じゃぞ。ゆりかが呼んでおる。今日はデザートにミニホットケーキをつけてくれるそうじゃ。ルクスちゃんって吸血鬼族っていう悪魔なんすよね。僕たちと同じご飯を食べてるっすけど、それで大丈夫なんすか？何の話かと思ったら、獅子王のことか。大事ない、マリーと同じじゃ。え？僕？昨日の昼、ユリカがいないからとポテチやジュースだけで過ごしたであろう。それと何ら変わらぬことじゃ。僕が言うのもなんなんすけど、それって体に良くないっすよね。大事ないと言っておるじゃろうが。しもべどもが供物を受け取っておるからよ。え？供物？まったりとしていて、その上コクがあり、それでいてあっさりと滑らかな実証じゃ。点数をつけるなら80点というところじゃ。いやー、僕もしかして吸血鬼の仲間になっちゃう？何の話かわからぬが、真にわらわのしもべになるのは悪くなかろう。マリちゃん、ルクスちゃん、ご飯冷めちゃうよ。もう冷めたホットケーキほどつまらぬものはない。わらわのホットケーキが冷めてしまうではないか。ホットケーキより僕の心配をしてほしいっす。ふうさまに倒れておるわ。もはや立つことも叶わんか。恐ろしいか。それはそうじゃろう。絶対業者に依附するのは当然のことじゃ。恐怖を
気力を振り絞り立ち向かうがよい。じゃがこれでしまいじゃ。くらえ、我がバーストマジャオ。やっぱそうきたっすね。それじゃカウンター入れさせてもらうっす。バースト技って攻撃判定出るまでが遅いっすね。超レッパイなのじゃ。エヴァガチャで勝てるほど僕は甘くないっすよ。何せリリちゃんにたっぷり仕組まれたっすからね。相手の思考を読め、相手の行動を疑え、疑問を持て、そして考えろ。格ゲーの基本、口を酸っぱくして教えられたっすから。ぐぬぬぬぬぬぬ、しもべの分際で調子に乗り打ってとはいえ、こればかりは認めるしかないの。ゲームにおいてはマリに分があるようじゃ。じゃが、わらわもまだ本気ではない。たまにはしもべに花を持たせてやるのもアレスとして当然の務めであるからな。わらわを任したこと存分に誇るがよいぞ。泣くほどっすか。使い込んじゃってたんで。そもそもルカスちゃんはゲーム自体初めてだし、僕も慣れてないの使わないと怖いっすね。手加減なんかじゃないっすよ。勝負とは公平な状態で始めてこそ意味があるっす。公平な戦いじゃとは思い上がるでないわ。よいかマリ、そう遠くないうちにそなたを打ち抜かしてやるぞ。してるっす。まだゲームやってたんだ。うむ、しもべの相手をしてやるのはアレスの務めじゃからな。ありがとう。だけど私的にはそのゲームより別のゲームが嬉しいかな。あ、ママもゲームやりたいっすか。そういうことじゃなくてね、格ゲー見てると一緒にやりたくなっちゃうのよ。これからお昼の準備しなくちゃいけないのに。あー、そういうことっすね。だったら別のゲームやるっすよ。それでいいっすか、ルクスちゃん。うん、わらわは構わんぞ。他にはどのようなゲームがあるのじゃ。そうっすね、パーティーゲーム、パズルゲーム、あとはシミュレーションとかレースとか、あとロールプレイングゲームとか。これなんかは僕も大好きなんすよね。おお、興味ありっすか。箱に書いてあるこの絵が気になってな。ドレイクのようでいてマーメイドのようにも見える。それとこちらの箱に書いてある町並み、わらわの祖国に少しばかり似ておるな。へえ、ルクスちゃんの国って中世系なんすね。悪魔の国、それって魔界ってことなんすよね。ルクスちゃんってやっぱり魔界から来た悪魔なんすよね。何か理由があってこの世界に来たんすか。もしかして僕たちの世界を滅ぼすためとか。
なんて、そんなことあるわけないっすよね。ルクスちゃん？おお、すまぬ。何か言ったかの？なんでこの世界に来たのかなって。そんなの決まっておら。楽しみを探すためじゃ。楽しみですか？その通りじゃ。何せ国におっても退屈で仕方ないからの。しもべたちに楽しみを集めさせておるが、ここしばらくはつまらぬものばかりでの。わらわはつまらぬものが何よりも嫌いでな。そのような時はこうして見聞に出るのじゃ。自らの目で楽しみを探すためにな。じゃが、必ずしも楽しみが見つかるとは限らぬ。それじゃあ今はこの世界はどうすか？楽しいすか？特にこのゲームとやらは秀逸じゃな。それだけではないぞ。ユリカがわらわに供するご飯はうまいし、オスカルめをめでてやるのも至福のひととき。じゃがな、何よりもマリー、そなたと共にいることに楽しみを感じておるのじゃ。ちょっとだけルクスちゃんのこと疑っちゃってたっす。やれやれ、リリの教えが泣くの。相手の思考を読め、相手の行動を疑え、疑問を持て、そして考えろ。なのじゃろ？今さら何を言っておるのやら。ルクスちゃんの言う通りっす。ゲームとかご飯とかオスカルとか、家の中にも楽しいものはたくさんあるけど、まだまだ世界は楽しいものであふれてるっす。僕はそれを君に教えたい。僕が楽しいものたくさん教えてあげるっす。主を楽しませようという心意気や。よし、ならばわらわに退屈な思いをさせるでないぞ。まずはそのロールなんとかじゃな。わらわに楽しみを語るがよいぞ。はいはいっす。まずはキャラクリからっすね。パーティーの職業を決めるんすけど、戦士は2体用意するのがおすすめっす。あとは僧侶と盗賊と。あらあら、仲良しね。なんだか姉妹みたい。